皆様こんにちは、おはようございます、エミです。ご機嫌いかがですかって、私も今朝はすでにね2時間ぐらい前に配信終わっているんですけども、配信が終わって風くんのねインスタを見たら、風くんインスタストーリー上げてましたね。それも英語でということで、ちょっとこれは皆様英語のね日本語訳知りたいんじゃないかなと思いまして、緊急でこちらの方もね上げさせていただきたいと思います、ということで、こちらがその風くんのインスタストーリーでございます。 Hey, how are you doing?I've been crazy busy, but I'm gonna start over my life again and my spiritual life. Thank God. ということでね、まずこれちょっとどこなんだろうってなんか背景を見てしまいましたが、それはまあ置いといて、こちらの英語なんですけども、まずは Hey, how are you doing? Hey, how are you doing?Hey はね、Hi のもっとちょっとカジュアルにした感じだから、まあ、Yeah とかね、まあ、Hi と同じような感じだと思ってもらえばいいと思うんですけども、で、How are you doing? というのは、皆さん元気ですか?ご機嫌いかがですか?っていう感じですね。I've been crazy busy. I've been crazy busy. っていうのは、とか、とか、まあ、その、まあ、合間に使う感じだけども、I've been crazy busy. I've been busy だと僕は忙しかったよっていうことですけども、 crazy がつくことによってもう僕はめちゃくちゃ忙しかったよということですね。だから超忙しかったってことですね。そして But, I'm gonna start over my life again. But I'm gonna start over my life againBut はだけど、I'm gonna start over my life again. Gonna は going to ですね。なので、僕は私の生活とか人生をまたやり直すつもりですと。And my spiritual life. And my spiritual life ということなので、僕のスピリチュアルな精神的な生活、人生もやり直すつもりですということですね。Thank God. そして Thank God. これは神様ありがとうという意味もあるし、 Thank God っていうのはほっとした時にね、ああよかったみたいな感じで使うこともあるので、まあ、そういう意味かもしれないんですけれども、ということでね、ちょっとめっちゃ意味深なメッセージだったような気がするんですけども、皆様はどう感じられましたでしょうか。なんだか新しい門出のすごい力強い意志を私は感じましたね。はい、そしてインスタのポストでね、こちら Thank you for being you、 あなたでいてくれてありがとうってね、めっちゃじゃあ優しいメッセージを残してくださってますね。そしてまだこの背景が気になる私ですけれども、どこなんだろうっていうね。はい、ということで、また何かあったらお知らせさせていただきます。エミでした。ではまた。